皆さんこんにちは。2020ミス酒新潟黒崎葵です。大家好，我是2020年ミス酒新社代表黑崎葵。今天我将介绍在中国流行的日本酒。我将讨论在2019年第二届亚洲国际美酒大赛的结果。はい。冒頭から日本語と中国語で簡単に挨拶をした後に中国語で今日の動画の内容について説明しました。こちらです。こちら中国語とピンを振ってみました。今日はですね、中国で好まれている日本酒について紹介していきたいと思います。この紹介するにあたって私が参考にしたコンテストがあるので、そちらのコンテストについてもお話ししていきたいと思います。皆さんは2019年日本清酒品評会酒チャイナをご存知でしょうか。酒チャイナは日本と中国の食品関連団体が主催する一般の中国籍の方々が日本酒について評価をするコンテストです。日本酒について評価をするコンテストで中国で最初で最大級のコンテストと言われてるんです。はい、この酒チャイナ中国籍の方々のみに評価を行ってもらっていて、かつ次世代を担う消費者に近い方々に評価してもらってるんです。酒チャイナについてまとめてみました。はい、こちらです。こちらですね、2019年の酒チャイナが行われたのが2019年7月19日から21日、3日間にわたって行われました。こちら場所が北京です。北京といえば中国の首都で皆さんもご存知だと思います。はい、こちらですね、出品総数が108本、出品地域が20都道府県、出品酒蔵数が40蔵となっております。はい、この酒チャイナでの受賞の結果をもとに紹介していきたいと思います。はい、最初に賞の説明をしていきたいと思います。こちらゴールデンドラゴン賞、各部門で最も高い評価を得た出品酒の中から最高得点を獲得した日本酒に贈られます。続きましてプラチナ賞、こちらは各部門で最も高い評価を得た日本酒に贈られる賞です。最初に紹介するのはゴールデンドラゴン賞です。ゴールデンドラゴン賞、どの酒蔵様、どの日本酒が受賞したのか、まず最初に紹介していきたいと思います。はい、こちらゴールデンドラゴン賞を受賞したのは福井県合資会社加藤吉兵衛商店様のボンゴールド室賀純米大吟醸です。こちらはマイナス10度で1年まで氷温熟成されたお酒がブレンドされていて、この室賀純米大吟醸の生酒とはこの火入れをしていない日本酒ですね。この火入れをしていない日本酒を出荷の直前に加熱処理をしてうまさを封じ込めた黄金色をした銘酒となっております。ポイントをまとめてみました。こちら室賀ということで淡い黄金色をしています。そしてこの透き通るような香りと爽やかで存在感のある味が特徴的となっております。こちらは秋田県千歳盛酒造様の大吟醸鏡田です。こちらの部門は精米部合 50% 以下ということで、こちらの日本酒は精米部合が 40% となっております。この精米部合って何だろうと思った方いらっしゃると思うんですけども、精米して残った米の割合をパーセンテージで表したものです。こちらの日本酒は鹿角市の鏡田地区の酒米秋田小町を使用しています。はい、こちらもポイントをまとめてみました。はい、こちらは華やかな香りと芳醇で深みのある味わいが特徴的です。そして上品で優雅な魅力を秘めた大吟醸酒となっております。次は純米大吟醸部門、精米部合 50% 以下見ていきたいと思います。こちらは先ほども紹介したボンゴールドです。精米部合が 50% となっております。また山田錦を使用しており、しっかりとした旨味も特徴的です。次は吟醸純米吟醸部門見ていきます。こちらはですね、岐阜県有限会社渡辺酒造店様の蓬莱吟醸伝統辛口です。こちらは精米部合が 55% となっております。岐阜県産の酒造公的米飛騨誉れを 55% まで精白し、伝統の手作りで丁寧に作り上げたお酒となっております。はい、こちら特徴を見ていきたいと思います。こちら程よいフルーティーさが口の中に広がり、後から辛さが徐々に伝わる真の辛口酒となっております。辛口酒がお好きな方はぜひたしなんでみてください。はい、次は純米酒部門のプラチナ賞を見ていきたいと思います。
はい、こちらは京都府木桜株式会社様の祇園純米です。こちらは伝統の技を生かし自然作りで施した風味豊かなコクのあるお酒となっております。はい、こちら京都加害シリーズとなっておりまして、こちらの日本酒のラベルが舞妓さんなんです。ラベルから京都の街並み風情を感じることができ、こういった日本酒はやはり中国籍の方々、また海外の方々お好きなんじゃないかなと思いました。こちらの日本酒は一口ごとに広がる深い味わいと加害の落ち着きの中にも華やかさ、雰囲気や余韻を楽しめるお酒となっております。はい、次は本醸造普通酒部門を見ていきます。岐阜県有限会社渡辺酒造様の蓬莱ドブの上積みでございます。こちら飛騨のドブは濁り成分がたっぷり入っているため、瓶の上まで真っ白で澄んだ部分は数センチと言われております。こちらタンクの中で静かに置いておくと濁りは沈殿し、タンク上部に透き通った上積みが現れます。この部分だけを取り出し商品化したものとなっております。はい、こちらの日本酒は手間暇をかけて製作されておりますので数に限りがございます。こってりとした舌触りとジューシーな甘み、そして濃厚な甘口のお酒となっております。最後の2つとなりました。今回は女性に好まれたお酒と男性に好まれたお酒、この2つを紹介していきたいと思います。はい、まず最初にですね、最も女性に好まれたお酒紹介していきます。こちらです。はい、その前にちょっとシンキングタイムで、今まで部門の中でプラチナ賞を受賞したお酒の中から最も女性に好まれたお酒があるんです。なので少し、あ、こういうお酒だったら女性の方好きかなって思うものをちょっと一つ頭の中に思い浮かべて考えていただきたいです。皆さん考えましたか？ハオラマン、それでは発表します。一番最初に紹介したゴールデンドラゴン賞も受賞しているボンゴールドです。あ、やっぱりこれだなって思った方、いや、これかってびっくりした方、皆さんこういろんな意見があると思うんですけども、女性が好むお酒ということで、この女性が好き男性が好きっていうのはこう国籍あんまり関係ないんじゃないかなってちょっと思ったりもするので、こう私も女性なので女性目線でこう考えてみました。こちらですね、淡いこの黄金色ということですごい上品な感じがしますよね。やっぱり女性はこの上品な感じが好きなんじゃないかなと思いました。こちら瓶やラベルも非常に上品な感じがして、少しこう大人の女性っていうイメージが自分の中でこう、はい、湧きました。やはりこの透き通るような香りと爽やかかつ存在感のある味っていうのがやはり女性の方は好きなんじゃないかなと思いました。こういった点では結構あの国籍関係なくこの女性が好きっていう点でこう考えていいんではないかなと思います。はい、ぜひ男性の皆さん女性にプレゼントいかがでしょうか。はい、はい、次は最後となりました、皆さんお待ちかねの男性に最も好まれたお酒を紹介していきます。はい、こちらはですね、静岡県三和酒造株式会社様の蛾竜梅純米大吟醸山田錦35です。こちらはですね、兵庫県西脇市の契約農家様が丹精を込めて栽培した山田錦を 35% まで磨いて仕込んだ蛾竜梅最高峰の純米大吟醸となっております。はい、こちらですね、ポイント見ていきます。はい、こちら味の豊かさ、滑らかさ、キレの良さ、芳醇な含み、香りが特徴的となっております。こちら男性が最も好むお酒、日本酒ということで、ぜひ女性の皆さんプレゼントいかがでしょうか。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちら各部門のプラチナ賞とゴールデンドラゴン賞、最も女性に好まれたお酒、最も男性に好まれたお酒、こちらを紹介していきました。こう私の中でこの共通点っていうのも考えてみました。やはり日本酒でこう辛口酒だったり甘口酒、そして無濃化だったり、そういった違いはあると思うんですけども、全体的に見てこうキレの良さだったり、こうすっきりした感じ、そして華やかな香り、芳醇で華やかな香りっていうのがこう共通して出てるんではないかなと思いました。一概にとは言えませんが、このキレの良さ、そしてすっきりとした爽やかさ、華やかな香り、華やかさっていうのがやはり中国籍の方々が好む傾向にあるんではないかなと思います。今後また外国籍のお客様、中国籍のお客様が日本に訪れた際に、日本酒を通して日本文化の魅力を発信していきたいと思います。
はい、皆さんもぜひ海外のお客様がまたこう訪れる機会がたくさんあると思いますが、そういった時にぜひこちらの動画を参考にしていただいて、あ、この日本酒外国籍の方好きなんじゃないかな、中国籍の方好きなんじゃないかなと、こう国際交流も兼ねてぜひおすすめしていただいて、国際交流深めていってください。はい、私たちの活動を応援していただける方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。歴代のミス酒の方々の動画や他のファイナリストの動画もございます。そちらもぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。そちらにてぜひ私たちの活動もチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。